はい、どうも、デダケノスでございます。さあ、今回はウルトラマン Z がね、もうすぐ最終回ということで、猛烈に盛り上がる展開になっているわけですよ。そこで、登場するのがウルトロイドゼロ、いわゆる人造ウルトラマン、これからですね登場するみたいなんですよ。ということで、今回はですね、その人造ウルトラマンを作り出してしまった別の宇宙のお話、そう、ネオフロンティアスペースですね、のお話をですね、ちょっとしていきたいなと思います。ということで、じゃじゃん。こちらが、TPC が作り出した、人造ウルトラマン、テラノイドでございます。ウルトラヒーローシリーズで発売された、ソフビ人形なんですけれども、ソフビをですね、今は、ジップロックに、入れてるんですけど、昔ね、ドシャってね、ちょっと入れちゃってて、裾ハゲとかがあるので、ちょっと若干ね、見苦しい部分があるんですけれども、ご了承いただければと思います。はい。こちらが、テラノイドなんですけれども、こちらはですね、人類が、作り出した人造ウルトラマンでございます。ウルトラマンダイナとウルトラマンティガのストーリーっていうのはですね、繋がっておりまして、ウルトラマンダイナの時代から遡ること8年前、ウルトラマンティガの時代にですね、マサキケイゴという男が、光の巨人の石像と光を解析して、イービルティガへと変身したんですよ。そのデータをもとにですね、TPC は F 計画と呼ばれるウルトラマンを作り出す、人造ウルトラマンを作り出す計画というのをですね、やろうとしていたんですよ。ただ、その F 計画というのはですね、凍結してしまいまして、まあきっとね、そのエネルギー的にウルトラマンを動かせないだとか、まあ倫理的にどうかとか、まあいろいろね、そういう問題があったのかなと妄想するんですけれども、とにかくその F 計画というのは凍結されたんですね。ただ、その F 計画をですね、再び実行した者がいたんですよ。それが誰かというと、ゴンドー参謀と呼ばれる TPC のかなり上層部の方なんですけれども、その方がですね、自在に操れるウルトラマンをですね、作り出すということで、その F 計画を再び始動させまして、この人造ウルトラマンテラノイドを作り出します。ウルトラマンティガの第1話に登場した3体の石像、ウルトラマンティガと、そして謎の巨人2体の石像ですね。で、その謎の巨人2体の石像がゴルザとメルバによって破壊されたんですけれども、その破片をですね、回収して、解析して、テラノイドを作り出した、とのことです。しかし、この人造ウルトラマンテラノイドはですね、まだ空っぽの光がない状態なんですよ。ということで、ウルトラマンダイナの正体を突き止めて、それがアスカシンだと分かってしまうんですね。そしてアスカシンをカプセルの中に入れまして、アスカシンの中からウルトラマンの源である光のエネルギーをですね、吸収してテラノイドへと移します。そしてようやく人造ウルトラマンテラノイドが動き出すというね。まあそのテラノイドがですね、やっぱり心を持たないただのロボットでしかないんですよ。なので戦い方がね、下手とっても下手くそなんですよ。なんて言ったってね、光線をね、バン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 打ちまくっちゃって、ウルトラマンダイナ同様ソルジェント光線のような技ですとか、そういう技がね使えるんですけれども、ただですね、制御ってものをしないで、敵が現れたら、スフィアが現れちゃったら、そのままねソルジェント光線バン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 打って、それで簡単にですね、エネルギーが底をついてしまって、致命的に使えない致命的に使えない確かに強かった。確かに強かったんだけど、致命的にですね、使えない。そんなテラノイドのソフビ人形がじゃじゃーんとこんな感じで、テラノイドのスーツはウルトラマンダイナストロングタイプのスーツの改造とか言われてますね。で、全体的にですね、銅色っぽいような改色をしていて、すごいね、色合いがね、渋いんですよね。この辺がとってもかっこよくて、で、赤い模様がね、全身にこうずーっと渡っているんですけども、このね、赤い模様がどこかですね、スフィアに見えて、ちょっとこの辺のデザインが皮肉が効いていて、僕は好きなんですよね。ウルトラマンダイナの胸のプロテクターも、もうシンプルな感じで、デザインが入っておりますし、またダイナとはね、ちょっと違うデザインになってるのがかっこいいんですよね。お顔はウルトラマンダイナのお顔ですね、そのまま使っているような感じで、ただ色合いがですね、ちょっと変わっていて、で、ソフビ人形だと目がグラデーション塗装になっていて、この辺が細かいですね。にしても色合い細か
いね。随分と再現してありますね。背面も非常に細かく塗装されております。開き手なのもテラノイドっぽいですね。胸板なんかもとっても厚くて、すごい造形がリアルなのがツボでございます。で、そんなね、テラノイドがですね、倒されてしまいまして、スフィアがね、テラノイドを乗っ取ってしまうんですね。このテラノイドの体にですね、ブワーっとですね、スフィアがね、全身に張り付きまして、ゼルガノイド。じゃーん。はい、ゼルガノイドへと変身してしまったという。で、このゼルガノイドはですね、やっぱり強いんですよ。ウルトラマンの光のエネルギーと、しかもスフィアがですね、融合してますから、ウルトラマンダイナのソルジェント光線や、ビームスライサー、フラッシュサイクラー、そういったですね、ウルトラマンダイナの技がですね、使えるわけですよ。しかも、背中にはですね、トゲトゲとした、こんな角が生えておりまして、背後から来た攻撃に関しては、この角がですね、バリアを放って、攻撃が一切通らないという、ウルトラマンダイナの必殺技、ソルジェント光線をですね、受けたとしても、なかなか破壊されない。バリアを使わなくても、直接受けたとしても、このゼルガノイドというのはですね、そう簡単には壊すことができない。強力なですね、怪獣なんですね。やはりここはですね、ウルトラマンの力とスフィアの力が合体してますから、めちゃくちゃ強いといったわけでございます。ウルトラマンにはね、3分というタイムリミットがありますけれども、それもですね、スフィアの力のおかげで、一切ですね、克服してますし、なんならですね、先ほどテラノイドがですね、ソルジェント光線などをバン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 打って、早速エネルギー切れしてましたけれども、このジェルガノイドはですね、バン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 光線を打っても、エネルギーが切れない。ウルトラマンの最大の弱点も克服してるという。これはですね、素晴らしい。ドラゴンなんかはね、カラータイマー取って強くなったけど、結局3分というタイムリミットのおかげで、すぐに弱体化しちゃいましたし、そんなですね、ウルトラマンの最大の弱点をも克服してしまうスフィアの力っていうのはですね、とてつもないものですね。はい、ゼルガノイドの装備人形が、じゃじゃーんとこんな感じで、ウルトラマンダイナの頭のデザイン、そしてカラータイマーの部分がそのまま継承されていて、左右非対称のデザインになってるんですね。テラノイドの胸のプロテクターのデザインが残っているんですね。他にも腕のデザインなんかも酷似しています。黒い成形色にふわーっとですねメタリックブルーの塗装がされてあって、とっても綺麗で、目の部分がベージュで塗装されておりますね。頭の角の部分なんかも赤と白で塗装されておりますし、スフィアに取り込まれてしまって、この怪獣だしすごいゴテゴテとしたデザインに変わってるんですけど、そういう部分がですね再現されてるのがかっこいいですね。ただ個人的にはですね、テラノイドがめちゃくちゃデザイン大好きなんですよ。なんだけど数分でね活躍が終わっちゃって、すぐゼルガノイドになっちゃうじゃない。だからね、僕的には本当にもっとテラノイド見たいよってね思いましたね。はい、背面の塗装もかなり細かいですね。微妙に縦の筋とか入っていたりですとか、造形も細かいね。ウルトラ怪獣シリーズ7番ということで、番号がかなり若いですね。タグカードの裏側がじゃじゃんとこんな感じで、超合成獣人ゼルガノイド、身長57メートル、体重4万9000トン、出身地が火星、ゼルガノイドのお写真も載っておりますね。タグカードの中がじゃじゃんとこんな感じで、超合成獣人ゼルガノイド、ウルトラマンダイナ、第49話最終章1、新たなる影登場。人造ウルトラマンテラノイドに物体と融合する宇宙球体スフィアが取り付いた姿、ソルジェント光線を放つことができるということで、マサキケイゴ含めね、ウルトラマンを自分の力にしたいと、結局は失敗に至ってしまったわけなんですけれども、この F 計画を再始動させたゴンドウ参謀、そしてマサキケイゴもですね、最終的には二人ともどこか憎めない展開になっているのが、すごくね、僕的には大好きでございます。ウルトラマン Z の地球ではね、どうなってしまうんでしょうか。いよいよ、ウルトラマン Z が最終三部作に突入ということで、ウルトロイドゼロが、次回登場。そして、その次ぐらいにラストボスが出てくるのかな。もちろん、ウルトロイドゾロの活躍も楽しみではあるんですけれども、セレブロの活躍、暗躍。そして、ジャグラス・ジャグラーは一体何を考えているのか。そして、ストレージ、栗山長官、どういう道へ向かうのかっていうのがですね、非常に楽しみでございます。春樹くん、ウルトラマン Z は、この戦いを乗り切ることができるのか。いやー、本当にね、見逃せない、ラストだと思います。
ますので、今からめちゃくちゃ楽しみでございます。とりあえず、明日はウルトロイドゼロのソフビ人形が発売ということで、僕アマゾンで買っちゃったんで、多分日曜日ぐらいに届くのかな。ということでね、また届き次第レビューしたいと思います。ということで、以上、電気出すチャンネルのお出てきだしでございました。それでは、バイバイ。